テスト開始。ああ難しいこれ。うわ間違えた。やべえ消しゴム忘れた。カット。何さして。いやナイス演技でした今のは。何はい今回の検証テーマはこちら。緊急事態消しゴムを忘れた時のベストな代替品とは。ああなるほどね。あそれで消しゴム忘れたやらしたかった。そうですね。これがやりたかったんですよね。どういうことどうやって消せるの。いろいろ消す方法が用意したんでそれをちょっとどれが一番消せるかなみたいなのを検証していけたらなみたいな。なるほど。ガチ検証。はいじゃあエントリーナンバー1番ですね。ティッシュからですね。ティッシュこうするってこと。そうですそうです。そんな原始的な消し方する。いや結構色とか消しゴム似てるんでいけるんじゃないかな。色やってください。消えるこれよ。いやいやもうなんかにじむやで。あでもそのちょっとなんか消えてる感はティッシュがサイドは出してきてるけど。ガチ検証。じゃあ続きましてエントリーナンバー2番ハンカチですね。ハンカチ結構持ち歩いてるしね。まあ、確かに確かに。ハンカチ持っていくってあるしね。緊急事態には結構使えそうなやつですね。はい、いきましょう。これでも消えるかな。消えないんやろ絶対。いやそら消えへんよ。ガチ検証。次はですね。おおまだ。次定規ですね。はい定規。エントリーナンバー3番定規。いやもう発想がよく分からへんねんけど。いやいやどうやって消すの。また摩擦すんの。いやここのちょっと広い部分で摩擦ですね。摩擦摩擦理論同じじゃないか。どうぞいくね。いや無理じゃない。ガチ検証。エントリーナンバー4。おお何が出るの。指ですね。よし指。あこれですか。これ僕とずっと寄り添ってるこいつ。そういつでも使えますからねこれで。いくよ。消えますね。意外に。お消しカス出てきた。何だ消しカス出てきた。え、どうやって消しカス出てきた。なんか俺の手の皮めくれてんじゃんこれもう。ほら消えた。おーすごすご。なんか呪いみたいになってるけどなんか。ガチ検証。エントリーナンバー5番いきますね。まだあるの。指までいったのに。5番これですね。どこ。こいつです。後ろの消しゴムってこと。いやいやその消しゴム使うんじゃなくてここですね。この部分。あっグリップのここ。この部分。そうです。伝わるみんな。ここのグリップってまさにゴムじゃないですか。確かに消しゴムになるんじゃないかっていう。確かに部署違うだけみたいな感じ。いくよいたよ。あ消えるわ。おお消える消える。全然グリップでもやっぱりゴムなんで、はい、消しゴムの代わりにも、まあ、ある程度なるっていう感じかもしれないですね。こいつも頑張ればグリップになれるかもしれない。確かにゴム確かじゃないよ。はいということで今回もやってみましたけどどうでしたか。大事な時は消しゴムを2個持ってこよう。次回予告。意外なところに集中力アップのヒントが。次回ジェットコースターに乗ると頭が冴えて集中力がアップする。お楽しみに。はいじゃあみんなからのアンケートを見ていきます。おっしゃ。で高校時代によく遊んだ場所は。校庭の端で一生一発芸大会したみんなで。みんなが一生懸命部活してる横で一発芸大会してた。はよ帰れって顔がみんなすごいです。